小湊泰葉のチャレンジチャンネル始まりました。はい、そう、始め方とね、終わり方が下手くそな小湊泰葉さんですけども、はい、今日も絶好調でございます。絶好調でございますね。はい、はい、前回のね、小湊泰葉に聞きたい50のことということで、はい、50個連発で答えてもらったんですけども、はい、ちょこちょこね、気になるところを聞いていったら、はい、結構な数があって、ね、1本じゃ終わりきらないんで、はい、今回はその続きということでございます。はいはい、逆に私は何が気になったのかを教えてほしいです。あ、本当ですか。それで知れるので、うん、気になるところを。私が気になったところを、はい、そうですか。はい、じゃあ今回もいろいろ聞いていきますんでよろしいですか。はい、はい、どうぞ。はい、はい、お願いします。はい、はい、まあ、ちょっとねエッチな質問だったんですけど、一番エッチだと思う言葉は何？ぐしょ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 。はい、やっぱり私あの少女漫画から入ったんですけど、あのエロについて、やっぱ少女漫画とかってぐしょぐしょっていうワード多いんですよ。ぐちゅぐちゅも多いかな。とりあえずそのなんだろう、言葉、単語っていう直接的なものより音、はい、擬音なんすね。はい、がエロい。なるほど、はい、まあ、よくあるその直接的なおっぱいとか、はい、なんかそういうパーツの言葉とか。あ、それは違いますね。ちょっと、そうじゃない、ちょっと強い強い強い。でもあの携帯小説とか読むんですけど、その時にやっぱ音がこう文字として入ってると、なんか想像力もかきたてられるし、それを文字にしちゃってるっていうのもエッチですね。なるほど、うん、ぐしょぐしょ、はい、びしょびしょ、はい、ぐちょ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 べちょ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 べちゃ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 ぐちゃぐちゃエロいっすか。はい、エロかったっすね。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 あれはえ、これはどうですか。グポ、あー、いいですね。はい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 、わかります、わかります。あ、浮かびました、今。グポ、はい、何してました。バナナを食べていました。成長してきたね。はい、はい、直接的なワードはスカジャーメって学びました。ほんとね、前のファンの人たちに怒られるよ。なんで前からのファン。バナナ食べてる。バナナ食べてればいいんですけど。バナナぐらい食べますよ、そりゃ。バナナはいいっすよ。はい、続きいきたいと思います。はい、どうぞ。異性に生まれ変わったら何がしたい。はい、女の子をご飯に連れて行く。男性になったとしたらですね、はい、連れて行きたいです。それはもちろん、うん、自分は普段こうバキバキに鍛えてて、うん、自信がある状態です。で、まあ、おしゃれもして、うん、小綺麗にして、うん、匂いとかもいい匂いにして、うん、その状態でご飯をに連れていく。可愛い女の子が美味しい美味しいって言ってる姿を見る。多分あの男性も女性も共通してるんですけど、私人の多分美味しそうにご飯食べてる姿好きだなと思って。女の子が連れてくってちょっとなんか、まあ全然ありだけど、なんか男性になった時ってちょっとこうあるじゃないですか、うん、連れてくよみたいな、はい、あれやりたいです、うん、あれやりたいですか、はい、どこ連れてきますか、西谷、何がいいですか。え、ちょっと通なお寿司屋さんとか、はい、なんかその他にないですか。男子の体になってるじゃないですか、はい、バキバキもそうですけど、はい、女子についてないものもあるじゃないですか、はい、それだったらどうしてですか。でもついた感覚がなったことないから、なんか大事にしちゃうかもしれない。大事にする、大事にしちゃうかもしれない。だって痛いとかいいじゃないですか、蹴られたら、はい、はいはいはい、ね、だから大事にしちゃうかもしれない。守備力、はい、ぶつからないように、はい、ぶつからないように、はい、前から人が来たら危ないって避けろ、危ない。そうそうそう、いいですね、大事でしょ。なるほどね、痛いの嫌いなんで。じゃあ異性に生まれ変わったら、はい、あそこを大事にしたい、はいはい、大事に大事に今日もよく頑張ったなって、うん、はい、で、最近悲しかったエピソードが、あ、なんか毛を生やしてほしいっていうコメント多いと。多いっていうか、なんかちょこちょこ気になるなっていう。へー、今ツルですもんね。ツルです。いや、ツルじゃない、4本ぐらい入ります。え、それはどうするんですか、4本どうしてるんですか。取っといてるんですか。いや、取っといてはいるんですけど、はい、でも4本じゃ4本じゃ意味ないっすよ。なんだろう、なんか
逆に気持ち悪いじゃないですか。そうっすね。だから撮影の前はあの、まあ、ごめんなさい、さよならして、さよならします。いや、読んだったらもう意味ないんで、ずっといなくていい。本当ですか。はい、いいっす。本当ですか。読んだったらいらないっす。つけますか。つけることもできるので、もしあれだったら買っていただいて、なんか育毛するか。はい、育毛はちょっとあれですからね。あ、ダメですか。そこに育毛する話聞いたことないんで、ちょっとわかんないです。じゃあ人類初の、人類初のあそこの毛を育毛した、うん、でもかぶれちゃいそうですね。ぜひあのチャレンジチャンネルなんで。いやですよ、そんななんでここでそのチャレンジするんですか。次回は育毛。いやですよ、いやだ、いやだいやだ、それはうん、そうですね、いやですね、はい、つけます。じゃあ、はい、つけるで、つけで、わかりました。え、でもエッチですよね、今までなかった人が。エロいです。つけてるとはいえ、その、うん、なんか状況がエロいですよね。そう、映像というか、うん、いいですね。やってみますか。やりたいです。このプロデューサーに言っときましょう、はい、毛を生やしたいですと。はい、生やしたいですと。はい、はい、続いて、はい、アダルトグッズどこに隠してる。隠してないです。隠してないんですよね、はい、バスソルトの並びに置いてありますと。あ、そうです。バスソルト、入浴剤とか、そういう、うん、入浴剤の並びに何があるんですか。電話と、うん、あのウーマナイザーと、うん、壁に貼り付けるやつですか。壁に貼り付ける、吸盤がついてるやつですか。あ、そうです、吸盤がついてて男性のものがビーンってなってるやつ、はい、が洗面所ですか、洗面台ですか。バスソルトっていうと、あの洗濯機の上 の棚、棚、洗濯機の上の棚にバスソルト、入浴剤、眉毛とかの脱色クリーム、うん、それらアダルトグッズ、はい、という並びで、はい、絶対並び間違ってますよ。いや、間違ってないです。いい感じです。いい感じですか、はい、他の場所に置けないんで。マジっすか。はい、置けないです。もしよかったらあの編集で使うんで、あの写真撮って送ってもらって。ああ、わかりました。ポンって。エッチに対する悩みが何かあればどうぞって言うんですけど。はい。生きやすくなりたい。なりたい。これはもう切実ですね。なるほど。全然いかない。だから二作目で本当にあの人生初生きで、うんうん、まあでもその時も。なんだろう、これだったのかな、でもなんか今までと違う感覚だったからこれだったのかな、でもなんかもうはっきりしないなみたいな、でもこれだった気がするみたいなので、だけどそっからまあ一人でしてもわかんないわけですよ。だからもう生きやすくなりたい。はい。で、あのよくあのね、女優さんとかが言ってるじゃないですか、グググって。そういうのとかをやりたい。グググググって言いたいですか。はい、分かりたい。だからその感覚を、その前に言えるじゃないですか。言える、来ると思って。もう来るのが分かってます、ね、そう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 、分かんないから、うん、そのなんかずっと分かんないから言えないんですよね、うん、確かに。そうだよね。そうそうそう、だからそういう、いいですよね、あれね。言ってみたいですね。はい。でもやっぱ自分でこう加減をしちゃうから、うんうん、逃げちゃうし、なんだろう、もう負けるな、自分に負けるなってことですね。はい、逃げるな私、はい、行くんだ行くんだ私何ですかその。よし、頑張れ、向かって絶対行くぞ部活系で、はい、うん、絶対行くぞ、はい、いいです、その息です。はい、はい、いやらしい意味じゃないですよ全然ね、はい、はい、ということで50の質問ね、気になったところ、はい、ちょこちょこ聞いてみました。楽しかったです。楽しかったですね。ありがとうございます。だいぶ楽しかった。はい、はい、この番組はチャレンジチャンネル、はい、はい、チャレンジチャンネルですので、はい、今後もいろんなことにチャレンジしていきたいなと思ってますので、うん、はい、どしどしとこれにチャレンジしてほしいってやつはあれば、無茶ぶりでもいいので、あのください、コメントとかで。わかりました。はい、はい、それでは以上となります。はい、はい、この動画がいいなって思った方は、高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。今のいいじゃないですか。いいですね。